はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2016マイライフやっていきたいと思います。交流戦が終わって、今のパリーグの順位は、まあ、相変わらず西武が1位ですね。でマリーンズは2位と、で2位3位4位5がかなりの激戦になっているので、これ多分1試合負けるだけで、まあ、順位が入れ替わるような状況になってますね。で、前回確かねバットがねなくなっちゃったと思うんですよね。アイテムを見て、バットってこことかに乗ってくるのかな。ノーマルバット、そうアスリートバットがないからね。じゃあちょっと取り寄せましょう。まずは誰だっけセールスマンって忘れちゃったよもう。あ、こいつはこいつ晴山さん、でバットと、てか即日でさ北海道に送ってくれるってすげえよな。もうめっちゃ VIP だよ。それだけ大事なお客様なんだろうね。装備品設定で、あ1回で15本くれたっけ。バットはね1回取り寄せればだいぶ持ちますからね。てか里崎さんのバット使うか、もう持っててもねしょうがないしね。もう折れるまで使う里崎さんのバット。でも里崎さんがくれるやつってさ全部さ使い古しだからさすぐ折れそうだよね1試合目でいきなりバキって自分は2番ですね。5番は相変わらず奥井か。奥井もな4番に座ってる割にはホームラン打たないからな。こいつ4番はやっぱりミゲルの方がねいいと思うんだけどね。でそうすると3番か5番だけど、どうなんだろう。5番の方がパワーヒッターっていうイメージがありますよね。3番よりは。投げました。このストレートちょっと狙い目だったけど、この高めだ。よーし、里崎バットの力は見たか。里崎さんのさ人のバットってどうなのこれ使いづらみたいなひときわ大きな声援が聞こえます。決まったストライク。いいね、曲がるねスライダー。4あるとやっぱ変化球として結構脅威だよな。これは高めの全力ストレート149か。奪三振か。しかもちょっとな振り遅れたな。でも超えれた。よしよしよし。センターからセカンドへ。マリーンズ同点2対2。もう二塁は余裕で狙えるからな。オーケーオーケーオーケー。打線が爆発したね。第9。ああスライダーか。絶好調だな早川。第2球投げた。絶好調スライダーやっぱり。第3球をめっちゃ切れるね。ああフォークも落ちる落ちる。カウンター2ボール1ストライク。しかし俺には里崎さんの力が宿っているんだ。里崎ってパワーヒッター型じゃなかったよね多分。いいバッティングを見せました。これで今シーズン試合は後半6回に入ります。今日は3安打。打率4割か。すげえな。投げた。インロー際どい球ボール。投げた。ボール。フォークはちょっとはっきりしたボール球。カウンター2ボール。手が出せないからな。投げました。ちょっと遅れるね。やっぱ150キロを超えてきてると早いな。ストレートもただまあチームとしては全然いいな。もう自分の成績だけを気にして。カットボールか。第2球打席に集中できるからね。追い込まれました。追い込んで投げました。完全に外れたボール。はっきりしたボール球。カウント1ボール2ストライク。低め危ない危ない危ない。ここはよく選びました。確かによく選んだな。よく選んだっていうか単純に手が出なかっただけなんだけどさあこれは外れてフォアボール。勝利を収めました。本日4安打&20号。お送りしてまいりました一戦は9対4。マリーンズ勝利。お立ち台がないのさ。アウェーだからかな。20号か。1本しかホームランは打てなかったね。まあ、4安打はしたんで打率は上げられたけど。そうか今守備上げてるんだっけ。お、石川さん。
ありがとうございます。いや北海道はね飯がうまそうっすよね。俺北海道とか行ったことないんですよね。小包、私はミカミックス選手の大ファンです。これあれかなんだっけ、そうそうオールスターだ、オールスター、ありがたいことだ。マルチビタミンゴールド、マルチビタミンゴールドってさいくらしたっけ。これなんか賄賂とかにならないのかな。野球選手、まあバレンタインはねもらったりしてるんでいいと思うんですけど、なんか受け取っちゃいけないものとかあんのかな。ちょっとショッピングモールに行きますか。何が売ってたっけ北海道って。地域によって若干売ってるものが違いますからね。だってマルチビタミンで10万円するんだよ。マルチビタミンゴールドっていくらだっけ、50万とかしたっけ。さすがにさ現金が送られてきたらそれ受け取るのはまずいと思うけど。おレベルが上がった、マルチビタミンゴールド売られるようになったかな。ちょっと次見てみよう。なんで、ここはスキップして OKOKOK、 1試合1試合対決に行ってノーマルスパイクがなくなった。あー移動日になっちゃった。仮にマルチビタミンゴールドが50万円だとして、50万円のマルチビタミンゴールドは受け取って OK でしょ。じゃこれがさ50枚のさ指輪とかだったらどうなんの。絶対問題になるよね。スパイク取り寄せよっかな。結構取り寄せ、おなんか1位って言ってたね。取り寄せで時間取られるな。ホームに帰ったら家族サービスもしないといけないからな。なかなかに忙しいねやっぱり。リーグ最速100安打。そう、今季は打率がいいからね。4割近いってすごいでしょう。え、4割バッターとか、最終的なシーズン記録で4割のバッターとかって、今まででいたの ?3 割3分3厘で、多分結構すごい方っすよね。ハイボールヒッターの経験値が上がった。里崎バットで。里崎バットまだ粘ってるな。よし、だいぶ、お今日セーブに勝てたのはでかいな。だいぶ差が縮まってきたな。おお、もう完全に一流の選手だな。じゃあ家族サービスをするか。お買い物に付き合ってよ。いいけどさ、このソファ40万いいね、欲しい欲しい。もちろん買うことになったって強制的かよ。マジか。じゃあファイターズか。ま、奥井には頑張ってもらうか、4番として。いいな、40万のソファーとか座り心地良さそうだな。マリンフィールドです。千葉ロッテ。有原。第9球勝ち打ってんだ。投げました。見送ってストライク。勝ち打って別にピッチャーの能力が増えるわけじゃないからね。中間へのフライですが取りました。ボールは中継。これでワンアウト。よし。マリーンズ先制のチャンスです。抑えてくれてる。大きな声援が届いています。神間って。初球ストライク、もうちょっとどこだっけ、よく出てるけど。早くも追い込まれています。え、追い込まれちゃったか。あ、しまったしまった。これ振るつもりなかったんだけどなんか振ってしまった。やばい、今日は打ててないぞ。打ててないけどピッチャーも頑張って、そして神はまた出てんのか、お前悪いに。あえやべえ、今日は久々のノーヒットとかで終わりそうだな。おお、ここに来てピッチャーが打たれたか。せめて一矢報いるか。ピッチャー多分ここで降板だな、スタミナ的に。第3球おりゃ打った当たりだ。ライトへ行った、ライトバックしていった、ヒットになります。いいね、
ースヒット、今日初めてのヒットになりました。まあ一瞬抜いた感じか、負けたけど。さて今日のヒーローは7回1失点、まあそうだよね。本当に今日、いや今日は全然打てなかったな。4の1、まあでも一応4の1で調子は上がる系か。監督の評価も問題ないね。第2回中間発表、おおいいね。ノミール有名人を押しのけて1位になってんな。ではでは次のホーム戦まで行きますか。次のっていうか、まあ7月だけど。あれちょっと待って、オールスター戦があるよね。オールスター戦っていつだっけ。ちょっと一旦カレンダーを確認して、あここか、7月の17か。じゃあその前のホーム戦まで行きましょう。ちょっと寝ないとまずいぞ。まあオートだと勝手に寝てくれっかんね。多分23あたりは寝るでしょう。結局グラブとスパイクが両方ノーマルになっちゃったな。 1.5 ゲーム差か。いやこれは首位奪還できそうだけど、セーブもやっぱり勝つね。735万円とかすごいよね。本当に野球選手ってやっぱすごいんだね。お罵声を浴びてしまった。あいつの間にか周囲になってる。あれ今守備力いくつだ。あーここちょっと負けたのが痛いな。てか本当死にそうなんだけど。あ何、あ MVP か。オーナーの評価が上がったっていうけどさ、オーナーの評価が上がるとやっぱり年俸に関係あんのかな。いやめちゃくちゃ体力がきついんだけど大丈夫か。こんなところで怪我をしたくないぞ。ちゃんと休めてるか。はいボール切った。いや里崎バット持つね。すぐぶっ壊れっかなと思ったけど意外に持ってる。ここら辺のスケジュールめちゃくちゃきついな。まあでもプロ野球選手はね体が資本だからね。これやっぱり体強くないと、まあ当たり前だけどやっていけないな。いやちょっと今日は寝たいよ。移動日か。今守備力がいくつなのか。47かまだ。で試合に行ってバッファロース。お危険な男デリンジャー。デリンジャーもまあ勝ちはね期待できるからね。とりあえず首位を奪還できたのはでかいな。あとはこのまま引き離すだけだから。現在の打率は3割7分4厘。落ちたな。3割7分4厘か。まあそれは4割をキープはできないよな。わめっちゃ際どい。しまった。最近打てない、スランプに陥ったな。マリーンズ追う展開で迎える3回です。このスライダーとかもね。1球目ストライクから打った、引っ張った、レフトの左、ホームランが出ないな。1塁回って2塁へ、ツーベースヒットを放ちました。まあ、悪くはないバッティングだったけど。いやー打てないね。現在の打率は3番。チェンジアップ、ちょっと遅すぎたな。タイミング合わせようと思ったけど見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。対戦 F か。投げた。際どい。めっちゃ際どいわ。
追い込んでから第4球を、ストレートはもうカウント2ボール2ストライクです。投げた、おら、よし、これで何点差だ、スリーランが出たから、で全然ダメだ、ボロクソに打たれてんな。第9投げた、デリンジャーが何失点したかだよな。わずかながら外れます。投げました、全然勝ちが期待できるとか言ってたけど第3球をマジ嘘っぱちだな。ほら打った、これは強烈、いった、そう、俺一人奮闘しても、なんか結局14点って、マリーンズ最後のバッターになるのか。あ、俺最後のバッター、投げました、それは2球目ストライク、それは避けてみせる。第3球を投げました、打ちました、一矢報いる、これが俺のバッティングだ。おお、30号か、もう30号、今年超打ってんな。こってさ、ホームランめっちゃ打ってるけどさ、なんかパワーヒッターのさ経験値上がってなくねミゲル27号か、いやミゲルはさすがだな。だって30本打てばさ、パワーヒッターでもおかしくないでしょう。てかパワーヒッターの基準って何なんだえ、今日もまた試合やーべ、きついな、ほんときつい、この体力でよく打てるよな。奥にやる気ないのもわかるよ、俺だって超きついもん体。気分はさ、やる気は絶好調だよ、やる気はマックスだけど体がついていかないっていうね、これ体壊す原因になるな。 QVC マリンフィールドです、千葉ロッテマリーンズ何なの、現在の打率は3割8分、うちのピッチャー陣ですよ、たまにね炎上するんだよね。投球これから2球目、おりゃ、これはいい当たりだ、いった、反撃の戻しだ、入った入った、ホームラン、全然ダメだな。ここはなんとか追いつきたい、よく塁、てかよくな、二塁にいるよね、カメマン。どう、これで振り出しに戻して、ピッチャーが奮闘してくれてるところを、さらに援護をかけようと思ったら、ちょっと高速スライダー振らされちゃったな。これでツーアウト。よし、なんとか、なんとか頑張ってるね。ここで試合を動かす。今日はチームの全打点を叩き出しています。そうだよ、今日超頑張ってるよ。見送りました。第2球。今日はちょっと勝ちてえな。外角低め、チェンジアップ外れてボール。カウントワンボールワンストライク。投げた。これは打ってるね。スクリューはボール。外へ。カウントはツーボールワンストライク。投げた。オッケーオッケーオッケー。変化球だったよね。あんまり曲がらなかったな。33号、よしよしよし、見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。お立ち台あるよね、ここは。大活躍でした。だこれに仮に相手が勝ったとしたら、あのお立ち台は用意されるのかな。そういうもんなの、アウェイの時は台がないっていう。いや、この体力でよく頑張ったな、俺も体はヘロヘロだぞ、はっきり言って。もう飯とかね、食ってる余裕ないっす元気に振る舞ってるけどさ、まあ、この飯を食って疲れを取って、今日はちょっと寝る。買い物に出かけた。お、これはプロ野球選手のミカミックスじゃないか。あ、私でも知ってるって何全然野球興味ない人でも知ってるよみたいな意味合いか。うお、今ねあんまり疲れたくないのにファンが4人増えた。あの人たちファンではなかったんだ、じゃあじゃちょっと今日はスキップをしてと。おう、調子が下がった。で、家族サービスをしたいけど、まあ大丈夫かな、この体力だったら。またお買い物か。なんか買いたいものあんの？掃除機5万円。
まあ普通だな。でも掃除機ってさ、そんなさ簡単に買い替えるもんなの？アダってさ、絶対あれだよね、別にもともとは買う気なかったよね。今まで使ってた掃除機どうしたんだろう。でもまあこれだけ広い家だと2階とかに1個置いて1階に1個置くような感じでも全然いいのかな。じゃあちょっとオールスターをやりましょう。あ、車、そうだ、車ぶっ壊れたんだ。オールスター戦でちょっと車をゲットしよう。だから今日は車をゲットするぜっていう電話をしよう。オールスター戦は応援に来てくんないんだ。さて、車ゲットのために頑張りましょう。むしろお祭り男がついてもいいんじゃない。カープの七尾さん、お、そうなんだ。こういう時に知り合うんだな。4番大谷、奥井が3番、俺はいない。奥井がセンターで出てるってことは、え、だって奥井ってさ外野で選ばれてなくね。サードで選ばれたよね多分。でサブポジ持ってるやつってずるくね。サードで選ばれたとしても別に外野で出るみたいな。夢の球宴です。東京ドームです。オールセントラル対オール、俺の出番は、俺の出番はないのか。よし、まずここで大谷が出てるな。初球に送ってストライク、まずはホームランを打たないとね。完全に外れたボール、大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。あー、これフォークだ。3球目ストライク。いやー、追い込まれてしまった。この高めかあぶねえ。ゲッツーになるとこだった。オールパシフィック、ここ奥井、お前に MVP は譲らん。よし、この逆転スリーランホームランはかなり MVP に近づいたでしょう。むしろ今日の MVP でよくね、このまま勝てれば。おお、 OKOKOK、 七尾来たな。この場面でせっかくお友達にはなったけど、君とは友達になれそうもない。さよならだ。狙ってたよ、完全狙ってたよ。お、奥井がいる。よし、まずヒーローゲット。お送りしてまいる。まず俺車が欲しいんだ。車が、お、あれ1日目で MVP って決まるんだっけ。1日ごとに決まるんだっけこれって。あ、コンパクトカーのっていうのがある。スポーツカーのっていうのがある。さてさてさて、どうしようかな。コンパクトカーぶっ壊れたけど、もう一個スポーツカーとかね、そういう感じじゃないんだよね。家族サービス用にちょっと大きめの車をもらっときますか。で、どうしようかな。白はね、汚れが目立つからね。かといってな、黒もな、紺あたりにしておきますか。簡単に言うよな、 SUV 紺をもらったって。やっぱり世界が違うな。世界が、ファンがめっちゃくちゃ増えたな。田島さん、雷起こし。さて移動か。次はどこだ。大阪、大阪のどこスタジアム。今日は先発というかスターティングで出てますね。奥井ほら、今日ちょっとなんで奥井やる気ないの。サードで出てるよ。あ、大谷が投げるね。いや、やっぱサブポジ持ってると有利だね、このオールスターは。どっかのポジションで選ばれれば、別にどこのポジションを守るのかっていうのはね、
それはオーダー次第だからね。サードで選ばれたからサードで出ないといけないっていう、別に決まりはないと思うんですよね。ルール細かく知んないけど、例によって。これだ、よし、これは合わせた。さあ今日も車をゲットするよ。さあ追加点のチャンスを迎えました。商品キラーと呼んでくれ。同じ球を投げてくるとは。今日は大差だな。オールパシフィックリードで迎える4回です。今日ちょっと遅れた。初球から打ってった。センターへ上がった。センター取りました。ボールは中継。これでもう一本、もう一本打てれば車は確実なのにな。ほら行くか。これどっちまで行けばいいの。今のところで大丈夫なのか。ガイアっていう看板に当たったけど、あれはフェンスじゃないんだね。オールセントラル、ここは中間守備を取りました。こうか。第2球投げました。俺は車のために打つ。いや、それで泉ちゃんも喜んでくれるでしょう。車もらったのみたいな。すげえ話だよな、車もらえるって。SUV あんまり車詳しくないから分かんないけど、いや、そりゃモテるよな、野球選手。こんだけ活躍できれば。お、来た。アイテムだけになってる。車はもうくれないんだ。2台くれないのか、残念だな。高級腕時計って俺持ってたっけ。一応もらったな。いや、なんか、まあ、高級腕時計もすごいけどしょぼく感じるな。いや、ちょっともう生活状況がだいぶゴージャスになってきたからな。こういうのはちょっと良くないよね。一回ね、贅沢をしちゃうとね、人間もう元に戻れなくなっちゃうからね。じゃあ8月1日のホーム戦まで行きますか。また MVP の、うわ、今日の、あ、勝ったのか。西武にまた首位を奪還されている。なかなかいい感じだな。この3連戦も均衡してるな。だから西武がね、負けてくれるとだいぶいいんだよね。なんか奥井、あ、奥井と一緒に買い物、買い物じゃねえや、花火見物か。3位とのゲーム差はちょっとついてきたな。いやー、2ゲーム差か。でも8月の段階でこのゲーム差だからね、野球界としては盛り上がるよね。てか6位ってもう21ゲーム差になってんね。よし、さて今日の西武戦を勝って、10勝9敗か。まあ一応勝ち越しといえば勝ち越しだけど、 OKOKOK、 MVP。 でこの MVP ってさ、なんかもらえんの。お、電話。体調に気をつけて頑張ってねって。一回体ボロボロになったけどね。さて今日ここを勝てれば、この場合ってどうなの、2ゲーム差がつくってこと。まあいいや、とりあえず勝ってみよう。簡単に言うけど、これで勝って首位が入れ替われば2ゲーム差ってことだよね。大谷か。ピッチャー陣はやる気ねえな、両方とも。大谷もすごいよね。そうするとピッチャーで出て野手で出てって、ほんと体強くないとできないよな。しかも先発で出てるからね。リリーフとかなんか1回2回ちょろっと投げる感じじゃなくて、普通に先発で投げきって野手もやってるって相当だよな。ストレートはもうバッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。投げました。
156キロ。やっぱりちょっと遅れてんな。レフトバックしていった。ボールは中継。いいバッティングを見せました。大谷のローテってどれくらいなんだろう。普通に4日くらいに1回投げてんのかな。野手もやりながら。結構勝ちはあるからね。まあ、今日は負けてもらうけどさ、残念ながら大谷お前は今日疲れているのかって監督に言われちゃうんだろうな。まあ、かわいそうだけど6対0だからね今の段階で。あれしかもボールが先行してる。うん、もう交代の時期じゃないか。うん、交代したね。バリー対左です。あー、しまったチェンジアップ第2球投げた。よーし、あれ今何度36か。これ今シーズン40いけっかな。あれ完全にへばってんの。今8月に入ったところだから40いけんな。これ2球目ストライク。第3球を投げました。これを打てれば、おー、ライナー破った。ボールは中継。ライナーか。いいバッティングを見せマリン圧勝。よしよしよし。さあ本日のてか俺何回ヒーローインタビュー受けてる。ヒーローインタビューの回数とかもさ査定に含まれないのかな。やっぱり大谷でも7勝してるからね、すごいよな。奥井ようやく7号か。だってミゲルも32号だもん。やっぱり4番ミゲルにした方がいいよ。こういうところは聞いてくんないのかな。もう自分の打席じゃなくてチームメイトの打席に口を出すっていう。コーチとかじゃないからね。どうした、お風呂沸かしておいたよ。あー、ヒノキ風呂の感ね。おー、いい奥さんだ。ほんといい奥さん、超羨ましい。でもマッサージってさ、でも変な話下手くそだと痛いんだよね。まあそりゃ嬉しいけどさ。あー、 0.5 ゲーム差。そうか、これ2ゲーム差つかないんだね。まあというところで、じゃあかなりセーブといい感じで進んでますけれども、まあ首位奪還をまた目指して、次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。